涙が枯れたわけではなかった。敗戦の傷が癒えたわけでもなかった。しかし彼女は畳の上に立っていた。貴重写真、あの号泣シーンの裏側、安倍歌が笑顔になった瞬間彼女に感動した、元世界ランク1、ボルファーとは。疑惑だらけのパリゴリン柔道、決定的瞬間を振り返る個人戦が終わって普通なら少しは体重が戻ってふっくらとしていても良さそうなのに、その顔には正気はない。 頬はげっそりとこけ、目にはクマができているように見えた。8月3日に行われた柔道の混合団体。日本は初戦のスペイン戦で最初の 57kg 級の試合に安倍氏を起用した。相手も同じ 52kg 級のアリアネトロソレルが出てくると見越しての判断だった。ガッツポーズも笑顔もなかった。試合に出場できているというだけで、 悔しさに踏ん切りをつけ、気持ちを立て直したと考えるのは尊敬だ。個人戦での衝撃的な敗戦がわずか6日前の出来事。ウズベキスタンのディオラ・ケルディオロワニタニ落としで一本を奪われ、連覇への挑戦はついえた。会場中に響き渡る大きな声で泣き崩れたその場所で何も思い出さないわけがない。どうしても負けた記憶が蘇ってきたけど、 団体戦なのでみんなから頑張れと送り出されて心強かったエンジンを組んで送り出された試合まず開始24秒で指導をもらい1分を過ぎてから谷落としで技ありも奪われたポイントを取られてもあまり焦らず自分の柔道を立て直せる自信はあった大腰でトロソレルを投げると主審の手が上がった一本勝ちかと思いきや映像確認で技ありに変更 しかし気落ちすることなく、勢いを増して攻めていく。最後は残り1秒、袖吊り込み腰で再び技ありを奪い、合わせ技一本で勝負を決めた。2番手の橋本創志を激励してから畳を降りた。ガッツポーズや笑顔はまだなかった。このスペイン戦で日本は思わぬ苦戦を強いられ、代表戦までもつれ込んで辛くも勝利した。安倍の挙げた和正はチームにとっても大きかった。 歌、歌、再び大きな歓声が上がった。その後は出番は回ってこなかったが、決勝のフランス戦で仲間たちが戦う姿にこう思ったという。すべての選手が全力を尽くして戦っている。本当にオリンピックの畳の上は素晴らしい舞台だなって、個人戦で敗れた後、数日置いてから女子日本代表のマスチカツユキ監督に出場できるか。と打診された安倍は、はいと答えた。 事前に選手はみんな団体戦の準備をしておくようにと言われていたから、そもそも心積もりだけはしていた。自分の中での葛藤はあったんですけど、団体戦には出ないと決断したら後悔するだろうと思いました。ここで一歩下がってしまうと今後の柔道人生につながらない。しっかり出場していじでもチームに貢献できればなと思っていました。絶望的な状況から必死に一歩を踏み出した結果として、 戦い終えた阿部の手には銀メダルが残った。メダルセレモニーで入場してきたとき、兄のひふみに肩を抱かれた阿部の表情にはようやく笑顔が戻っていた。個人戦で号泣したときに、歌、歌、の大合唱で励ましてくれたシャンドマルスアリーナの観客は、この日もセレモニーで阿部の名前が呼ばれると大きな歓声を送ってくれた。自分が踏み出した一歩というのは必ず何かにつながると信じているので、 その何かにつながるといいなと思いますそう語った阿部だが、全身全霊をかけてオリンピック連覇に挑んだ姿はすでに思わぬところにつながっていた。